どうもムッチーです。今日はうちの近所の、風早池というところに来ています。非常に静かで、落ち着いたところです。今日はこの綺麗な池を描いてみたいと思います。では頑張って描いてみます。はい、こんな感じでですね、冬ですのでね、樹木がもう葉っぱを全部落として、いますね。特に、モダンな建物があるんですけども、まあ、これらをどう処理しようかがちょっと悩むところかもしれませんが、こんな感じで、カモが泳いでいたりして、気持ちよさそうです。水辺からこのような枯れた木とか草とかが顔を覗かせていて、この辺りもうまく表現できればなと思っています。まあこのような感じのところなんですけども、非常に静かで美しい場所です。私のお気に入りのスポットなんですけども、では頑張って描いてみます。はい、では今日はこの辺りから描いてみたいと思います。画面に漂う空気感といったものをまず大雑把に表現したいと思います。なるべくもう今回はラフなタッチで、ちょっと荒削りな感じで描いてみたいと思ってるんですけども、ただ風景を描きました、美しく描きましたで終わってしまうのはなんか嫌なので、なんか荒いタッチで激しく描いてみたいかなと思うんですが、さあいけるでしょうか。今回はですね、この辺りが非常に
細い細かい枝がたくさん出ていますので、多分もう色を塗っていくとわけわからなくなると思いましたので、とりあえず鉛筆で下書きをしてから、少し色鉛筆で描いたりもしています。まあこういうことをやってみました。ね、きつい色を置いたとしても、薄い鉛筆だと、もうどの線かわからなくなってくるので、なので分かりやすくするために色鉛筆もこう置いてみたわけですけどね。まあうまくいくでしょうか。やってみます。まあ、こんな感じで、大雑把に色を置いていくと。細かい作業に入っていきたいと思います。ちょっと雲の形を濡れたティッシュで、ちょっとそれらしく出しておきます。はい、それでは、画面をひっくり返しましてですね、一応池に映った空を、池の下の方から空の方に向かってこう描いていきたいと思います。細かい草はあらかじめ細くマスキングがしてありますので、後で剥がして、マスキングインクを剥がすと、草の形に白く抜けてきますので、今はマスキングで覆っています。再びひっくり返して元に戻すとこんな感じになっています。水辺とこの草のこういった境界線がきっちりと出てしまっているので、これをまたティッシュペーパーでならしてみます。こんな風にして、下ごしらえをしていきます。はい、こんな感じで、草の領域と水の領域が自然に馴染んできたかなと思います。
こんな質感ですね。はい、はい、今こんな感じなんですけども、だいたい写真で言うとこれなんですけど、ここから少しずつ濃い色をのせていきたいと思います。本当にこの場所、この場所、この場所という、今その場所の持つ空気感というか、イメージ色というか、それらがぼんやりと今空気になって流れているだけなので、ここにを、少しずつ色を引き締めながら形を整えていきたいと思います。画面が乾いてしまったので、霧吹きをしたいと思います。で、濃い色を置いていきます。動いちゃった。大雑把に濃い色とか、明るい色とか置いております。で、形がいびつなようなところをこのようにして鳴らしていきます。はい、ではほぼ下ごしらえが OK という感じなので、きちっと形を整えていく作業に入っていきたいと思います。はい、ちなみにこのドライヤーは40年間使っているドライヤーです。すごいです。ナショナルのもうボロボロのドライヤーですけど40年使ってます。はい、余談でした。
はい、この辺でですね、ちょっと、絵の具の乾くのを待ちながら、ビールでも飲んでみたいと思います。はい、では飲みます。うん、うまい。まあですね、このようにビールを飲んだりコーヒーを飲んだり、あるいはギターを弾いてみたり音楽を聴いてみたりインターネットしてみたりしながら、楽しく書いているわけですね。まあ皆さんも楽しく書きましょうということで、ちょっと休憩です。はい、しばし休憩ができましたので、さあ気分一新でもう一回また書き始めたいと思います。なんかこんな枯れた草が水面から顔を出している感じですね。この辺をちょっと頑張って描いてみたいと思います。画面右側の方が結構濃い、後ろの方に、結構濃い葉っぱをつけた樹木があるので、それが気になってきましたので今描いています。こんな感じですけども、まあ、結構濃い色をこんな感じでフィーリングで置いています。このように所々ぼかしたりしながら、あるいははっきりさせたりしながら、まあ後ろの方にあるものですから、あまりはっきりさせない方がいいですので、こうやって違う色とかもちょっと混ぜながら、後でちょっともっとぼかして見ようと思っています。ちょっと赤っぽい色を混ぜたりして、はい、奥行きはこんな感じになりました。はい、それではですね、この辺りの映り込みをいよいよ描いていきたいと思いますが、今回は風がこんな風に吹いていたのと、この岸辺がこんな感じになっているので、波が水平ではなくてちょっとこの角度でこうなってますね。この辺りを非常に繊細でデリケートな部分なので、とても難しい箇所だと思いますが、ちょっと頑張って描いてみます。はい、では、こういうふうに揺らしながら描きますけど、輪郭をはっきりさせたくないので、ちょっともう一度、霧吹きをしてみたいと思います。
ちょっとじっくりと部分的にいきましょう。ちょっと鮮やかすぎましたかね。あ、そっか、これは違う。ちょっとこれ間違えましたね。濃い色も置いていきます。水を逆方向に垂れさせています。でこの辺の輪郭がちょっとはっきりしすぎなので、ちょっとぼかしてみたいと思います。はい、いろいろな色を入れてみまして、まあ今こんな感じですね。あとちょっと筆で慣らしていきます。何たまにティッシュでこすったりしながら、光った感じを出していきます。はい、こんな感じになってきましたですね。あとは建物の映り込みを頑張って描かないといけないんですけども、なんとかやってみます。そっか、大変ですねこれ。はい、この下側の草むらを、描いています。細かい草がたくさんあるので、ちょっと根気のいる作業ですね。まあそれっぽい感じで細かい葉っぱ、こういうものをね、描いていくと。くっつかない。色もね、たくさんありますね。非常に複雑に絡み合う草っていう感じですね。
さらに濃い色を入れてぐっと引き締めています。はい、こんな感じになってきました。かなり出来上がってきた感じですけども、では今からこちらの木をいよいよ、描いていきたいと思います。一旦ひっくり返して、で下から上という感じでこう描いていきたいと思います。まずベースとなる色を塗っていきます。はい、ここまで描きましたのでひっくり返しまして、細い枝を描いています。はい、現時点でこんな感じですね。まあ、アップにしますと、このような感じです。では今からマスキングインクを剥がしていきます。はい、この辺りまで進めましたので、もうあと少しでゴールという感じですけども、今このマスキングで白抜きをしたこういう水面から覗いてる枯れ草ですかね、これに色をつけているんですけども、この作業をもう少し進めます。はい、一応完成かなという感じです。最初に言っていたように、もっとラフな感じでワイルドにしたかったんですけども、まあこの後ここからさらに崩していってやるかもしれませんが、とりあえずこれでまあ今回完成とします。こんな感じです。では拡大して見てみましょう。右上から行きましょう。まあ細かい枝がありまして、下がってくると向こうの方にぼんやり民家があると、で下り坂の坂道がある。木は右の方から光が当たっていて、左の方はほぼシルエットのような感じになっているということですね。こんな感じ。
まあ、前方の方は結構ラフな雑草が生い茂っておりまして、水面に、枯れ草が結構顔を覗かせていまして、で枯れ草も水面に映り込んでいるというような雰囲気ですね。中景になっていきまして、だんだん輪郭がボケてくる感じで、で遠くの樹木、こんな質感ですね。でさらに遠くにちょっとこういった建物があります。ぼんやりと書いております。中景もややぼんやりになってきまして、近景になるとくっきりという感じになっております。というわけで、冬の風早池を描いてみました。ありがとうございました。